藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。 Gスカイ FM 島田おっきの皆様こんばんは。5月11日水曜日、時刻は19時30分、 J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC のお時間です。皆様のお相手は藤枝マイ FC スタジアム DJ の DJ 拓郎でございます。そして本日も私をサポートしてくださるのはこちらの方です。はい、藤枝前 FC 広報の伊藤咲です。はい、本日も藤枝前 FC の広報の伊藤さんが私をいろんな面で助けてくださいます。ゲストの選手への質問やメッセージなど皆様からのメールお待ちしております。それでは伊藤さんお願いします。はい、メールの送り先は myfc@g-sky765.jp myfc@g-sky765.jp まで送ってください。ファックスの方は 054-732-9162 までお願いします。はい、ありがとうございます。まずは前回放送から今日までの間に開催されました公式試合の結果情報です。この期間リーグ戦2試合、天皇杯1試合、計3試合開催されました。先に結果から言いましょう。3つ全部勝った。素晴らしい。4月29日日曜日、第7節 J3 リーグの第7節ですね、ギラバンツ北九州戦、アウェー三国ワールドスタジアム北九州で行われまして、こちら1対0で勝利、途中出場の土井智之選手の決勝ゴールです。そしてゴールデンウィーク中日、5月4日水曜日、第8節 FC 岐阜戦、こちらはもちろん藤枝総合運動公園サッカー場で行われまして、4対3で勝利、ゴールを決めたのは横山選手、押谷選手、久保藤次郎選手、そしてこちらも決勝点は土井智之選手。そしてゴールデンウィーク最終日、5月8日日曜日、2022年度静岡県サッカー選手権大会、いわゆる天皇杯静岡代表の決定戦ですね、こちらの決勝戦、アスルクラの沼津と草薙陸上競技場で戦いまして、こちらも土井智之選手の決勝ゴールで1対0で勝利。素晴らしい。素晴らしい結果ですね。もう伊藤さんも笑顔があふれますね。本当に良かったです。まあ、候補の伊藤さんにちょっと伺いたいんですけれども、今は、はい、公式試合4連勝、そして土井選手はなんとこの3戦全部決勝点を叩き出しているということで、はい、もしかして取材依頼とか結構来だしたりとかしています？そうですね、はい、その前の県予選のところでも決めてますし、そこもやっぱりこう勝負を分ける得点だったというのもあって、はいはい、毎回土井選手は取材の方が依頼が入っているような形で、はい、もう土井選手らしいこうコメントでいつも答えてもらってます。今大注目の選手ですよね。いや、本当そうですね、このままガンガン活躍してほしいなと思います。さあ、この結果を受けまして、静岡県代表として天皇杯本戦の出場が決まりました。5月22日富山県代表のカターレ富山と再戦します。絶対勝つぜ。まあ、詳しくはまた番組の後半でお知らせさせていただきます。それでは今日も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC スタートいたします。今日のゲストはペドロ選手、そしてカンアン選手です。藤枝マイ FC の J2 昇格目指して共に盛り上がってまいりましょう。藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。この東本マイ FC では毎回藤枝マイ FC のどなたかにゲストとしてご出演をいただき、いろいろとお話伺ってまいります。というわけで今日のゲストの方からご自己紹介をいただきましょう。お願いします。こんばんは、ペドロ選手です。29番でちょっと待ってくださいね、もうちょっとマイクに近づいてもらっていいですか？はい、もう一度お願いします。こんばんは、ペドロ選手です。はい、29番シャードがやってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いて、皆さんこんばんは、カワン選手です。ポジションはセンターバック、背番号25番です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。自分で選手ってつけちゃうのが可愛らしくていいですね。今日のゲストは今季新加入藤枝マイ FC 背番号29番ペドロ選手と背番号25番カワン選手です。さあ、いつもならね、ここでイエローカードの説明をするところなんですけれども、ノリが悪いとね、一発芸やってもらいますよとかっていう説明するんですが、お二人にそれはちょっとかわいそうだなという気がしますので、後ほど番組終わった後に少しだけポルトガル語を教えてください。はい、それをこの YouTube 用にね撮りたいと思いますので、はい、
で今日はところどころあのペドロ選手に通訳していただく可能性もありますので、同じ質問を2人に伺ってまいります。まずはプロフィールのご紹介からです。ペドロ選手のプロフィール、ペドロ選手ご存知の方も多いと思いますが、本名はもっとな本名というかあのフルネームはもっと長いんですよね。ペドロ・エンヒケ・カンポス・ダ・コスタ選手です。2003年6月2日生まれ、ブラジル出身、ブラジルの PSTC、 これアルファベット読みしかちょっと僕わからないんですが、 PSTC から熊本県の修学館高校に進み、2022年今シーズンより藤枝前市に加入というプロフィールで合ってますか？合ってます。はい。そしてカウアン選手のプロフィールです。カウアン選手は、フルネームはカウアン・ライア・リマ選手ですね。2003年5月12日生まれ、ブラジル出身、ペドロ選手と同じくブラジルの PSTC から熊本県の修学館高校に進み、今シーズンより藤枝前市に加入というプロフィールで合ってますでしょうか？合ってます。はい。さあ、そして今お聞きいただいた皆さん、あれと思ったかもしれません。5月12日生まれということで、明日カウアン選手誕生日、おめでとう、ハッピーバースデーということで、バースデープレゼントを持ってきましたよ、おめでとうありがとうございます、はい、ペドロ選手もねあの6月の2日ということで、はい、もうすぐなので、ペドロ選手にもちょっとだけ中身違いますけれども、ペドロ選手にも買ってきましたので、はい、おめでとうございます。さあ、お話いろいろ伺ってまいりましょう。これペドロ選手、手で持っていただいた方がいいかな、マイクをちょっと、はい、はい、いいですか。ペドロ選手、ちょっとマイクに向かって喋ってみてもらっていいですか？なんかちょっと話をしても、うん、なんかマイクが拾ってない感じがしますね。ちょっとお待ちくださいね。一緒に行って、うん、あ、こっちなら聞こえてますね。うん。あ、あ、あ、入ってますか？はい、はい、ごめんなさい。参りましょう。さあ、まずはですね、自己紹介代わりに皆さんにご自身のプレーの特徴を注目してもらいたい部分というのを聞いているので、ペドロ選手から教えてもらえますか？はい、自分が攻撃の選手だからミドルシュートを見てほしいです。ミドルシュート、はい、はい。そしてカウアン選手はいかがですか？私はヘディングと守備を見てほしいです、うん、背も高いですね。ヘディングは得意なんですね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。日本の高校から藤枝前市に加入したわけですけれども、はい、高校時代の練習と比べて今こうプロのチームでやっていて、何かこう大きく違うなとか感じるところはありますか？あります、はい、どんなところでしょう？速さとか器用度がもう全然違う、とか強さとか結構もうプロの方が強いですけど、うん、高校より。カウアン選手はいかがですか？自分は同じです。やっぱりプロは強度が、はい、強度が全然違うんです、はい、スピードも速い、はい、うん、そうなんですね。それを毎日実感しているという感じですかね、はい、そうですか。まあ、プライベートのこともいろいろ伺っていきたいんですけれども、普段こうどんなことをして過ごしていますか？お休みの日とか練習が終わった後なんていうのは、ペドロ選手はいかがですか？自分がゲームが好きです。はいはい。ゲーム、どんなゲームをやります？いや、サッカーのゲームとかいろいろなゲームやってます好きだからサッカーゲーム好きなんです、ね、はい、なんかミキ選手が結構サッカーゲーム好きだって言ってたんですけどね、はい、今度一緒にやってみるといいかもしれないですね、はい、カウアン選手は普段はどんな風に過ごしてますか？私は、はい、アクションは、はい、映画見るのが好きです。あ、アクション映画見るのが好きなんですね、はい、日本の映画も見たりしますか？あ、日本のあまり見ない。あ、あまり見ないです。どこの国の映画が多いですか？ブラジルの映画？はい、アメリカの映画です。あ、アメリカの映画ですか。例えば何か好きな映画ってありますか？タイトルが、うん、すぐには思い出せない。これもいいですか？あ、いいですよ。ペドロ選手、何かあればぜひぜひ。ワイルドスピードとか、わかりますか？あ、ワイルドスピード、はいはいはい、はい、それは一番面白いですワイルドスピード見るときは、ブラジルのポルトガル語で吹き替えが入ってるものとか字幕が入ってるものを見るっていう感じですか？それとも英語バージョンを見る？いや、ポルトガルで見ます。ポルトガル語を見るって感じですね、はい、そうですか、ありがとうございます。さあ、そしてですね、今日結構メッセージもいっぱいいただいておりましてですね、お二人に質問です。
国内外問わず、日本でも海外の選手でもいいので目標にしている選手や参考にしている選手は誰ですかというのをラジオネームちなっこさんからいただいてますが、ペドロ選手から聞いてみましょうか。好きな選手ですか、はい、目標とか目指してる選手。目指してる選手、はい、マンシーの、はい、ベーナルシウバ目指してます、うん、なんか背も高くないし、はいはいはい、足もそんな速くないし、うんうんうん、テクニカルから自分がちょっと似てるかなと思ってます。ペドロ選手の特徴が割と似ていて、はい、そういう選手に近づいていきたいなって感じですね、はいはい、カウン選手はいかがですか。私はパリス・サンジェルマンは分かりますか。はい、分かりますよ。マルキニョス、はいはいはい、センターバックで、はい、守備はめちゃくちゃうまいし、うんうんうん、ヘディングとかうまいし、それとても好きです。よくヨーロッパのサッカーも見たりしてるんですか。はい、ダゾーンで。ダゾーンです、はい、そうですよね、はい、他に見る手段なかなかないですもんねはい、ありがとうございます。マヨシーのチームも練習参加しだしてから3ヶ月4ヶ月ぐらい経つって感じですかね、はい、そうです。はい、仲のいい選手って誰がいますか。そのお二人以外の日本人の選手でも。自分が直人くんとか、はい、金くんとか、うんうんうん、直人くんというとミキ選手ですね。ああ、ミキです。ミキ直人選手、はいはい、と金浦とか。金浦雅樹選手ね、はい、結構仲いいです。カウアン選手はいかがですか。私は高人とブチさんは、うん、とても優しいです。中井選手と岩渕選手ですね。そうですね、うん、中井選手はいつもああやって明るい感じです面白いです。結構面白いです盛り上げてくれますか、すごく本当に明るいですよね、人はねチームのムードメーカーですもんね。さてここでですね、曲を1曲いきたいんですけれども、最初にペドロ選手がリクエストしてくれた曲、こちらはソギョンさんの僕らまたという曲ですけれども、はい、リクエストしてくれた理由を教えてください。いつも筋トレやってる時、はいはい、聞いてます、うん、なんかみんな、あの、なんて言うあれ、流してます。あ、あの筋トレの部屋で流れてる。はい、流してる。それで結構よく聞いてて、こう、あ、はい、いいなって思うような。はい、そうです。はい、わかりました。ありがとうございます。それではじゃあ、ソギョンさんの僕らまたお聞きいただきましょう。藤枝マイシー徹底応援番組闘魂マイシー、本日は今季新加入藤枝マイシー背番号29番ミッドフィルダーペドロ選手と背番号25番ディフェンダーカウアン選手のお二人がゲストです。後半もお二人にたくさんお話を伺ってまいります。はい、メッセージをいただいております。熊本県の日本語の先生です。最後に会ってから随分経ちますがお元気ですか。先生は元気に今日も日本語を教えています。プロのサッカーは大変なことも多いと思いますが元気に頑張ってください。そしていつか同じステージでペドロ選手とカウアン選手がケンターレスと試合することを楽しみにしています。これからも無理せず頑張りましょう。遠い熊本から応援していますというメッセージもらっております。ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。すごいあったかいメッセージで僕読みながら、はい、涙出そうになっちゃいました本当に日本語を教えてくださってた先生が熊本の時にいらっしゃるんですね、はい、あったかいですね本当に。今も2人を応援してくれてるっていう。ありがとうございます。いいですねさあそしてですね、ラジオネーム雷神さんからの質問です。日本国内でまだ行ったことがなくてこれから行ってみたいところはありますかという質問ですが、じゃあ、まあ、まずペドロ選手からどっか行ってみたいところありますか。東京に行ってみたいです。東京、ま、はい、行ったことない。あ、東京まだ行ったことないですね。行ったことないです。うん、行ってみたいです。カウアン選手はいかがですか。私は東京ですカウアン選手もやっぱり東京に行ってみたい、まあ、ブラジルも都会は本当に都会だと思う。すごい大都会がいっぱいあると思うんですけど、はいはい、やっぱり東京もねすごい大都会ではあるんで、結構もブラジルも結構有名だから。あ、やっぱりブラジルでも東京ってみんな知ってる感じですか。なんかブラジルの時の友達で、はい、東京行ったことあるとかっていう人いました。ないです。あ、いなかったです。はい、いなかった。じゃあぜひ行ってみて、はい、ブラジルに帰った時に東京行ったぜって自慢してください、ね。はい、言います、ね、ブラジルでも言います友達にさあそして同じラジオネームライジンさんから、日本食で苦手なものはありますかというメッセージです。日本食で嫌いなものあります。何が嫌いですか。食べ物、うん、食べ物、自分が
納豆が食わないです。納豆は食わないです。匂いがダメですか？はい、まず匂いがちょっと、カワン選手はどうですか？カレーです。あ、国籍何か合わせた、嫌いな方、嫌いな方、うん、カレーはね、カワン選手好きってあのプロフィールに書いてましたからね。ネブシ、ネブシ、メブシ、メブシ、メブシ、わかりますか？メブシってなんだろう？梅干し、あ、梅干し、あ、梅干しです。もう一回言ってみます。煮干し、そうです。煮干しね。煮干し、こんなちっちゃい魚の煮干しね。煮干しね。なるほど。確かに、まあ、あれもちょっと癖があるといえばあるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。さらに質問いただいております。ラジオネームリガライズさん、ミキ君のインスタグラムによくボーリングに行ってる動画が上がっていますが、はい、誰が一番うまいですか？カワンです。あ、カワン選手、はい、ボーリング得意なんですね。得意です。おお、よく行くんですか、ボーリングは？最近行ってますね、オフの日に。ちなみに一番下手なのは誰なんですか？ペドロ選手。ペドロ選手はちょっとボーリング苦手。いや、もうダメです。蹴る方がいいかな。はい、蹴る方がいい。結構下手くそです、はい。それと免許は取れそうですかという質問も来てますけれども、今のところまだ免許を取りには行ってないんですが、はいはいはい、ないです、まだ。日本でもやっぱり免許取りたいですか？取りたいです、はい、取りたいです。やっぱりね、自分で運転できるといいですもんね、はい、そうですよね。ありがとうございます。さて、まあ、お二人高校生の時に日本に来たわけですけれども、日本、それまで日本に来たことってありました？いや、ないです。全く初めてで、はい、日本ってどんな国だと思ってました？来る前、イメージという、イメージ、何でもいいですよ、全然。そんなに難しく考えなくていいです、いいです。いや、そんな考えてないですよね。人がそんな、なんて優しくないと思った、そんな。でも結構優しかった、うん、実際に来てみたら優しかった、はい、来る前はちょっと日本の人ってなんか、はい、冷たい感じ、はい、冷たい感じ、はい、なるほど、そうですか。全然違ったっす。そう言ってもらえると嬉しいですね、はい、日本に来てからはね、まあ、ずっと熊本県で暮らしてたわけですけれども、プロスの選手になることになって今静岡県に来たわけですけども、静岡県、まあ、熊本と比べるっていう、うん、なんて言ったらいいんだろう、静岡県はの印象どうですか？イメージ良かったです。良かった、はい、どんなところが好きですか、静岡県？まずなんかどんなところないけど、ちょっとマイクに近づいて。なんかブラジルも多いから、うんうんうん、あ、そっか、確かにブラジルの人多いですよね、はい、はいはい、じゃブラジル人と話ができるから、はいはいはい、その熊本で3年ぐらい住んでたんですよね、熊本に、うんうん、ブラジルいなかった。あ、熊本にはブラジルの人いなかったんですね、はい、いなかった。うん、そうか、静岡だと確かにあちこちに結構ねブラジルの人いるから、はい、そういう意味では、あの静岡にもブラジルのレストランとかあるから、はい、それは食べるところ、はい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 、熊本にないから。熊本にはなかったです、はい、なかったです。あのですね、3年ぐらいずっとブラジルの料理食べなかったです。うん、はい、食べなかったです。ラジオネームゴーアーさんからメッセージいただいてまして、焼津市相川にあるブラジルフレッシュというお店がおすすめですっていう。さっき言ったとこ、さっき言った、うんうん、あ、まだ行ったことない。そこはまだ行ったことないですか、はい、おすすめということなんで、なんかブラジルからの食事の材料を売ってたりとか、店内でブラジル料理を食べることもできますということで、ぜひあの大迫さんに連れて行ってご馳走してもらってくださいって書いてありますね。今度言います。大迫さんに言います。はい、ありがとうございます。ちなみにさっきあのカウアン選手は好きな食べ物カレーって言ってましたけれども、はい、日本のカレー好きですか？はい、はい、好きです。ペドロ選手は日本で好きな食べ物は何でしょう？カワン選手がちっちゃい声で唐揚げ。はい、好きだけど、はい、唐揚げも好きです。マグロが好きです。マグロも好き。はい、マグロは生でも食べられます。食べられます。お刺身でも、はい、あ、はい、そうなんですね。へえ、でもじゃあこの辺はねマグロ結構いっぱい食べれるとこ多いんで、はい、いいですね。うん、ありがとうございます。さあ、ぼちぼち時間が来てしまいますので、ここで今度はペドロ選手、ごめんなさい、カワン選手のリクエストの曲を
おかけしたいんですけれども、中島みゆきさんの糸をリクエストいただいてますけれども、この曲をリクエストしてくれた理由は何でしょう。自分はリラックスです、うん、リラックスできます。この曲を聴くとなんかリラックスできる、落ち着く、はい、そうですね、うん、そうなんですね。じゃあ割と普段からよく聴いてるんですか。はい、はい、ありがとうございます。それでは中島みゆきさんの糸をお届けいたします。お送りしてまいりました藤枝前 FC 徹底応援番組闘魂前 FC、 そろそろ別れの時間近づいてまいりました。この番組毎月第2第4水曜日生放送となります。次回は5月25日水曜日、実は僕の誕生日の放送となります。どうでもいいこと、おめでとうございます。いいんです、そんなの冗談です。はい、今ね、曲が流れてる間ずっとカウアン選手が一緒に日本語で歌ってくれていて、はい、本当に好きなんだな。ノリノリでしたね。思わずちょっと動画撮っちゃいました。本当に大好きなんだなっていうのが伝わってきましたよね。はい。さあ、そんなお二人から番組のリスナーの方、そしてファンサポーターの皆さんに向けて一言ずついただきましょう。じゃあペドロ選手からお願いします。いつもサポートしてくれてありがとうございます。これからも試合に出れるように頑張ります。はい、そしてカウアン選手もお願いします。サポーターは自分の練習と試合は頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日もね、スタジオ前にもサポーターの方いらしてくださって、しかもポルトガル語でちゃんとメッセージも書いてきてくださって、本当にありがたいですね。さあ、次回放送までの間に行われる藤枝魂市の試合予定です。まずは今度の日曜日5月15日 J3 リーグ第9節アウェーゲーム、いわき FC 戦 J ビレッジスタジアムで13時キックオフで行われます。そして5月22日日曜日、天皇杯1回戦7年ぶりの出場だ、よっしゃ、カターレ富山と富山県高岡市高岡スポーツコアサッカーラグビー場で、こちらも13時キックオフとなります。7年ぶりの出場ということで、はい、伊藤さんはこの藤枝魂のスタッフになられてから、天皇杯出場を経験したことはあるんでしょうか。初めてなんですよ。私が入社するまで3年連続かなって出てたんですけど、ちょっと入社してから全然出られなくて、はいはい、本当にもう個人的にもすごく嬉しいですし、はいはい、本当に楽しみにしてます。じゃ、伊藤さんが初めてということは、今のクラブのスタッフの皆さん、はい、皆さん初めてということですよね。選手で大石選手が前 FC で以前出てるっていうくらいですよね。もう絶対勝ちたいですよね。本当に勝ちたいですね、はい、本当に勝ちたいです、はい、もう富山に勝ってヴィッセル神戸と戦うところを見てみたいですよね。はい、もう、はい、本当に県民ダービーみたいにちょっと言われてるので、はい、お互い県民さんが入ってるっていう、そうですね、スポンサーの県民さんがね、そうなんですよね、まあ、まずは富山に、はい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 、しっかり勝って。でも県民ダービーということは、試合の前に県民の焼きビーフン食べてもお互いを食べちゃうことになっちゃうんですかね。確かにそうですね。まあでもね、はい、本当に勝って次のノエビエスタジアムでのヴィッセル神戸戦みたいですからね、はい、ぜひ頑張ってほしいと思っております。はい、さあ、というわけで実際 FM 島田闘魂 MFC、 また次回にお会いいたしましょう。次回の放送は先ほど言いました通り5月25日の水曜日となります。ここまでの相手 DJ 拓郎と藤枝前 FC 広報の伊藤咲でした。最後は全員でお別れいたしましょう。せーの、さようなら。はい、ラジオ闘魂前 FC 今生放送が終わりました。お二人ともお疲れ様でした。ありがとうございました。カウアン選手、明日お誕生日ということで、まあ、この YouTube は当然インターネットなので世界中誰でも見れますので、ブラジルのご家族に向けてメッセージ一言お願いします。ポルトガル大丈夫ですか。ポルトガル語でもちろんいいです。オリガダトゥツクトミアシシーヌオリガドA minha família que está sempre me apoiando, meus amigos que estão aqui comigo. E tenham um ótimo dia, amo todos vocês. Um beijo no coração, paz e amor. Receba. はい、ありがとうございます。なんて言ってたのか全然わかりませんけれども、多分愛のあるメッセージを言っていたんだと思います。さあ、そしてペドロ選手。ペドロ選手には、ブラジルの人の前でこうやってポルトガル語一言言えたらかっこいいよっていうのを教えてもらえませんか。ブラジル人になんかこう、はい、この言葉言えたら
かっこいいよって思われる一言。難しい。まあほら、ボンディアとか、そういう言葉あるじゃないですか。トゥルベインとかあるけども。トゥルベインよ、言ってあげると思います。トゥルベインはちなみにどんな意味になりますか。元気で、元気ですかみたいな。みんなトゥルベインは普段から言う感じ。絶対答えます。ちなみにトゥルベインって聞かれた時に、あ、元気だよとか、今日もいい気分だよとかっていうのは何て答えればいいんでしょう。ムイントベイン。ムイントベイン。ムイントベイン。はい。ムイントモン。もうちょっとゆっくり言ってください。ムイントベイン。うん。言った方がいいと思います。カワン選手が言ってたのも。ムイントボン。ムイントボン。はい。どっちも。どっちも。はい。答えてください。意味としては元気だよみたいな。はい。元気だよみたいな。はい。ありがとうございました。二人ともこれからの活躍期待しております。頑張ってくださいね。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。